中年オタッキーです。花粉もね、ヒノキの時期に入ってきてちょっと苦しんでおるんですけども、何より苦しんでるのがちょっと動画を作る時間がなくてね、今日もちょっと無理やり作ってるんで、雑な仕上がりになってしまうかもしれません。はい、今日はね、よく通り、このカメラ、ね、キャノンの、キャノネット QL17G3 にね、このフィルム、ドリームロコモティブさんからね、提供いただきました、この上海 GP300、中国製のね、フィルム、モノクロフィルムで、撮影してまいりました。それでは動画スタートしてまいります。はい、この上海のね、GP300 っていうことなんですけども、ちょっと前までアマゾンでも売ってたんですけど、今アマゾンでは売ってないみたいですね。 eBay とかで買うしかないのかな。で、 eBay の価格がネットのちょっとブログの情報だと、10本セットで送料込みでだいたい5000円ちょいぐらいなのかな。10本で、$39.90ぐらいで買えるみたいです。まあ1本あたりね、500何十円、10本セットで買えばね、 eBay で10本セットで買えば500何十円で買えるということで、現在入手できるは、製品のね、モノクロフィルムとしては最も安い部類に、なってくるんじゃないでしょうかね。で、現像時間とかね、いろいろ感度とか、あれなんですけどもね、現像時間はね、この箱の中にね、書いてあるらしいんですよね。で、ちょっと開けたことないんで開けてみますね。これ1個しかないんでね、撮影するまでちょっと待ってたんですけど、あ、もうここから見えるな。なぜ D76 20度でね、10分、現像時間10分という書いてあるらしいんですけど、あまりにも長いんですね、現像時間がね。 D76 現役で10分ってむちゃく20度で10分ってめちゃめちゃ長いんですよ。で、今回ねのフィルムテストで、何がしたかったかっていうと、このフィルムで撮ってね、普通の人は自家現像しないじゃないですか。ほとんどの人が自家現像してないんで、ラボ出しするんですね。で、ラボ出し、現像ラボ出しして帰ってきたら、全然絵が出てなかったとか、そういう情報がたくさんネットで上がってましたんで、今回はその、ラボ出しを前提に、通常のね、モノクロ100の現像時間で現像してみようということで、このカメラで、撮影しまして、ISO 100、80、50、25、この4段階で撮影して、現像時間、通常の現像時間、今回はね、液温が18度でした。富士のね、スーパープロドールっていう現像液を、原液を 50% に希釈したもの、液温18度で、8分間、現像いたしました。で、今からね、その、例を挙げていくんですけども、とりあえずね、100から見ていただくんですけどね、3例ほど、まずね、日が当たってないところで撮った、2例なんですけどね、100はね、明らかにその、アンダーですね。その、なんていうんですか、ディテールも落ちてますし、その、なんていうんですか、ちょっと暗い感じに映ってますよね。で、明るいところね、日がさんさんと照ってるところに、持っていってもね、やはりね、100はね、ちょっとディテールが低いような気がするんですね。で、25になるとね、どちらの例でもそうなんですけども、25になるとちょっとね、飛んでるような気がしますので、このフィルムね、僕が常用するんであればね、ISO 50で撮影するかな。まあ、その、絵柄とかね、その、あれは、調子っていうのは、まあ、人の好みもありますんで、で、今回のね、その、この、あれ、作例はね、もうあくまでね、その、なんて言うんですか、参考程度にね、考えていただけたらと思うんですけど、なぜかっていうと、出すラボによってね、もしかしたらね、もう上海のデータを仕入れてて、独自のレシピで現像するようなラボもあるかもしれないし、ただ単純に富士のアクロスと同じぐらいの現像時間だろうって適当に現像するような、ラボもあると思うんですよ。だからとりあえずはね、一回ね、その、
まあ、例えば僕の言うことを 100% 信じていただけるんだったら、一回全部 ISO50 で撮影してラボ出ししてみて、ほんでバリバリのオーバーで帰ってきたんだったら、ああ、上海のデータ持ってるんだなと。で、いい調子で帰ってきたら、ああ、この調子でいいんだなっていう。まあ、そんな感じのね、ノリでね、使っていただけたらと思います。で、まあ、ここからはね、ISO50 で撮影したものと25で撮影したものを、出していきますけどもね、このフィルムね、その、まあ、感度はともかくね、調子は悪くないです。別にね、その、ザラザラしてひどいとかね、そんなものはないですし、コントラストもね、結構出てると思いますね。で、50で撮影したものがね、やはりいい感じの、調子で、後半のね、25で撮影したものは全体的にやはりね、ちょっと、飛んでる感じがします。僕はやっぱね、この作例全体的に見て50で撮影するのがまあベストかなと思いますね。80でも少しアンダーのような、気がする。80で撮ってもまあ悪くはないですけどね。うん、まあ安いフィルムね、まあ、その B&H ですか、 B&H フォトで長巻きを買って自分でねパトローネに詰めると、フィルムローダー買ってね、そういうのもいいんですけども、そこまで本数取らない、そこまでできないっていう人もまあ多いと思うんですね。で、まあ、今のところ Amazon では買えませんけど、まあ、eBay で買えるのかな、どうなんだろうね、ちょっとはっきり分かんないんですけども、買えたら間違いなくね安いですし、ブローニー版もねなんか安く売ってるみたいなんで、今回のデータはブローニー版でも多分使えると思うんで、一緒ですからね、入材は。まあ、参考にね、していただけたらと思います。はい、安いフィルムね、どんどんね、フィルムの値段が上がってるんでね。で、フィルムの値段っていうところでちょっと触れますけども、カメラ系 YouTuber のね、ヒロンさんっていう方はね、最新の動画でね、フィルム写真にかかるコストっていうのをね、詳しく計算して出してます。で、一応ね、詳細の説明欄の方にね、この動画の説明欄の方に、リンクを貼ってますんでね、気になる方はね、そちら飛んでいってね、フィルム写真、ちゃんとね、その、お店に出していくらかかるかとか、ネットショップでどうなのかとか、そこまでね、計算しておりますし、なかなかね、参考になるサイトで、僕も参考にしようかなと思ってますけどもね。はい、今日のね、動画はこんな感じになります。参考になっていただけましたかね。フィルムをね、提供していただいたドリームロコモティブさん、本当にありがとうございました。この後もね、彼が提供していただいたフィルムまだまだあるんでね、テストを撮影していこうと思う。なかなか時間がないんですけどね。それではね、ここからは、なんだっけ、皆さんの投稿作品、投稿写真のね、作品紹介のコーナーになってまいります。はい、視聴者様のね、作品のコーナーになってまいります。トップバッターはね、池さん。2枚ですね。1枚目がね、オリンパスペン EE2、ラッキーニュー SHD100、中国製のフィルムですね。で撮られております。2枚目がね、EOS 70D、EFS18135、F3.5 から 5.6 ISSTM ですね。1枚目のタイトルがね、出遅れ初詣、2枚目のタイトルが桜町花ということですね。1枚目の方なんですけども、これね、ペンで撮るとね、なんかこういうちょっと柔らかい調子になることがね、多いんですけど、まさにドンピシャで、それそんな感じですね。光も十分来ておるんですけども、これ初詣、出遅れ初詣ということで、初詣の時期を多分外したんでしょうね。ちょっと寂しい感じになっておりますね。はい、2枚目の方はね、これ梅の花なんですけども、梅の花はね、ちょっと桜みたいに密集して咲かないんで、こんな感じでいいと思うんですけども、僕的にはマクロでもうちょっと狙いたかったかなっていうのと、あと光がないのがちょっと残念だったかなっていう感じですかね。はい、池さんありがとうございます。次がね、一都市九さんの作品で、どちらもね、ニコン EM AI マイクロニッコール 105mmF2.8S アクロス2で撮られていることで、1枚目が黒っぽい花、2枚目が白っぽい花ってことなんですけど、今回の作品一都市九さんちょっといまいちだ
ったかなっていう感じですね。花の写真なんですけども、どっちかって言ったらね、やっぱね、あのちょっと花がこう前かがみになってるんじゃなくて、しっかりね起きてる花を狙うのが僕的にはねその基本だと思います。その花の向きはね、その構造とか画角なんでね、あので考えるとしても、やっぱ元気そうな花を撮るのが基本だと思うので、特に2枚目なんかはもうかなり前かがみになっちゃってますね。これ縦構図なのかな、わからない。でも横で送ってきてますんでね、多分このコールだと思います。はい、一都市球さんありがとうございます。次がねドリームロコモーティブさんの作品、キャノンオートボーイジュノ76、フィルムがコダック TMAX400D76 で自家現像されたということで、タイトルが相棒ってことなんですけど、これねこれ見事な作品になってますね。カラスなんですけども、カラスここまで酔って撮れるかなって感じでね、カメラがねオートバイジュの76なんで、そこまでね望遠効かないと思うんですけどね。でコダック TMAX400 の調子なんですけど、素晴らしいですね、なかなかいいです。これ使ってみたくなりますね。 D76 で現像したということで、これじゃあ SPD でもそこそこの現像できるんで一回使ってみようかなと思いますね。粒子も細かいですし、コントラストも綺麗に出ております。はい、ドリームロコモーティブさんありがとうございます。次がね369モノクローマンさんの作品、1枚ですね。タイトルが出番待ちの伝説たち、カメラコンタクス139クォーツ、レンズがプラナー 50mmF1.4、 フィルムがアドックス HR50、現像液はアドックスアトマル、49ということでね、これ、なかなかあの被写界深度ドンピシャで、カメラ1台にしっかりピントがあって、他がねぼかせされているという、これなかなかいい感じになりますね。これ絞り開放で撮ったんかな、意図的に合わせたのか、ちょっとすごいわからないんですけども、コンタクス139コースで、ヤシコンかな、これヤシコンかな、ちょっと、見てないんでわかんないんですけども、なかなかいい作品になっております。これ俺のカメラに投稿していただいてもよかったんですけど、今回あの、作品投稿のコーナーに投稿されております。はい、369モノクローマンさんありがとうございます。次が野良旅人さんの作品で、2枚、どちらもねミノルタ XD MD351305 か、ベルビア100で撮られたものになります。1枚目のねタイトルが、朝焼けもみじ、2枚目がね黄金色の秋ということで、一昨年の秋に日光で撮影したということで、1枚目なんですけども、これ若干ね若干アンダーで撮られてて赤が深く映ってますね。まあ、あの紅葉をね撮る時のねあのこツボを押さえてるいい感じの作品だと思いますね。2枚目がね、黄色いね、黄色くなったもみじをね、黄金色になったもみじを撮影しておるんですけども、これベルビアで撮るのもいいですけどね、この時は発売されてなかったかもしれないけど、コダックのエクタで撮るのもいいですよ、黄色系はね。僕は結構黄色系の紅葉を撮るときはエクタ好んで使ってましたね。はい、野良旅人さん、ありがとうございます。エクタ高いですけどね、2500円ぐらいしてんのかな。今回はここまで、ちょっと待機者5名になってしまってますけどね、次すぐ頑張って動画作りますんでね、ちょっとお待ちくださいませ。それでは次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今回はね、これフルネームになっちゃうんで、イクオさんとだけ言いましょうかね。俺のカメラ投稿させていただきまして、ペンタックス LX で右側が中期型、左側が後期型になります。右側の方は八街に近いカメラでヤフオクで購入したのですが、シャッター切れず、高松日傘カメラサービスで修理オーバーホール2万9000円かかりました。左側の後期型は調子がいいカメラです。LX20 代の頃から憧れたカメラでした。昔に新品で購入した Z50P よりも愛着湧きますということで、これね、IKUOさんね、2万9000円でオーバーホール悪くないと思います。なぜかっていうと、もう LX はね、遅かれ早かれオーバーホールすることになります。で、ゴムがね、粘ってね、ミラーが上がらなくなるんですよね。で、必ずオーバーホールすることになるんで、もういずれオーバーホールするのであれば、2万9000円払って LX を使いたいのであったら、もう2万9000円いい値段だと思いますね。LX をね、今から、欲しいっていう方もね、覚悟しといた方がいいです。もう LX は絶対1回オーバーホールしなきゃいけないです。
だから逆にね、そのミラーが上がんないやつを買ってね、オーバーホールしてもらうっていう手もあると思います。ただしオーバーホールしてくれるお店をしっかり確認してから購入してくださいね。はい、IKKOさんね、今回初投稿だったのかな。はい、これ俺のカメラ初投稿ありがとうございます。次はで、今日は俺のカメラはちょっと1名だけにしときます。次はやったやっちまったのコーナーです。豪快に来てますよ今回。はい、はい、やったやっちまったのコーナーです。池さんね、やっちまいましたねこれね。やったやっちまったのコーナー、40年近く昔憧れだった、キャノン F1 をヤフオクでついに落札。やった、その後フィルム1本取りしばらく放置してカラシャッター切るとミラーが戻らなくなって、フォトライブの中田師匠に聞いて、底蓋を外して注油と教えてもらい、注油までは良かったのですが、ついでだからと分解戻せなくなりました。これ分解しなきゃよかったのにな。いつか組み立てると思いながら憧れの F1 がまた欲しくなり、前回ボディのみだったので今回レンズ付きで FD50mm F1.4SSG 付きのものを見つけ、これだと落札一つの失敗、以前 50mm F1.4 を落札して前玉にカビの跡が残り使えないレンズでした。そして予想は的中、今回も前玉にカビの跡が残り取れません。結局バラバラの F1 とかなり使い込んだ感じの F1、 そしてソフトフォーカス専用の 50mm F1.4 が2本となりました。今思うと前玉のカビはやっちまったで使えるかもとかすかにあったのかもしれませんと。ああ、なるほどね。どっちも前玉はね、かびてたらね、部品取りにもならないですよね。いずれバラバラの F1 が復活したら、やたら投稿させていただきます。ソフトフォーカスの写真もいずれ写真投稿でということで。F1 ね、いいカメラでね、もう本当にね、僕も使ってますけど、本当にいいカメラで使いやすいですし、感触もいいですしね、高級感も所有満足度もあるカメラ。僕のはね、ペンタプリズムがへこんでますけど、僕のもね、ミラーアップして戻らなったんで、やはりね、油を刺して、シャッターのマックスも狂ったんでね、調整テンション調整してね、直したんですけども、僕はね、ここまで分解する勇気はないですね。僕はカメラね、分解して直してるように見えますけど、ミラーボックスまでは分解したことがないです。ミラーボックスまで分解するとね、ピント調整とかもしなきゃいけないでしょうしね、ちょっとする勇気がないですし、まあ時間もないですしね。はい、今日のね、動画はこんな感じになっていきます。次の動画はね、何だったっけ、準備はできてるけど内容を忘れてしまったぞ。ミノルタのね、α303SI に、オートフォーカスのね、3570F4 っていうレンズつけて撮ってきました。このね、3570F4 っていうレンズは、α7000 とか α9000 がね、前線の時にね、バンバン売れたレンズなんですけども、α7000、α9000 のボディがもうどんどん故障して、レンズだけ残っていって、レンズもその恐ろしい安値でね、本数があるもんで、売られてるんですよね。で、よく映るということでね、次回のね、動画、ご期待してくださいませ。ほんで、今週末土曜日なんですけどもね、居酒屋ライブを行います。大体ね、7時過ぎぐらいからね、始めると思うんですけども、また直前にツイッターかなんかで情報を流します。多分ね、時間的には7時半にならないぐらいから始めるんじゃないかなと思います。で、はい、それでは今日の動画はここまで。まだ次の動画をお待ちくださいませ。ここまで見ていただきね、ありがとうございました。チャンネル登録まだの方はね、ここにチャンネル登録ボタン出てきますんでね、チャンネル登録お願いします。あとね、いいねボタンね、どんどん押してくださいね。いいねと思ったらどんどん押してください。いいねボタンでね、なんか、順位が上がっていくような感じになっていくらしいんで、で、いいねって思わなくても、そこまでは言えないですけど、そんな感じで、今日の動画は終わります。それでは、また次の動画までごきげんよう。さよなら。